よろしくお願いします。はい、行きますよ。第1回はなんと iPhone のみの中継が今日はどうでしょう、はい、パソコンはあるわ、モニターはあるわ、オーディエンスは600人ぐらいいますよね。オーディエンスもね、軽く600人です。1、2、3、4、5、6、かかる600人ぐらいいてね。でも緊張しなくなりましたね。緊張してたの昔は。してましたね。あ、多分、今日もう緊張緩いからこんなラグな感じで、いつもと囲っちゃいます。そうそうそう、今日はサマースタイル、サマースタイル、ただの変態にも見えなくもないっていう話。これはですね、桃色クローバー Z。 桃色クローバー Z で、かなこバー、かなこバー。いやー、俺最近ね、モノクロいいのよ。いいですよね、ピクボー。ピクボーが、かなこちゃんね、やればね。あれ、なんだっけ、ピクボーは恋の落とし穴。もう落ちちゃいそうだもん。ニヤニヤしてて。まあ、娘でもおかしくないよね。そうね、あんな娘いたらやばいな、俺。ちょっとドキドキしちゃうかも。毎日家で毎日ワクワクしてたから。ちょっと面白い。今度やっぱ明日セーブドン。行こうかな。当日券はね、ない。ない。あ、そう。もしくはだから駅前西武球場前で、あの紙持って譲ってくださいとか。これだったら譲ってくれんじゃないかな。これでやったら。被ってたら譲ってくれ。怪しくて近づかないもんね。なんだろう、ね、物の不、ジオンから物の不ね、多分1人ぐらい捕まる。1人ぐらい確かやってくれると思いますね。埼玉県警だったら捕まってもまだ大丈夫。お前の T シャツもなんかこれ、小川さんのこれ、そうです、メディオっぽく見えますけど、これ名刺 T シャツ。おー、クヤンが作ってるやつでしょ。いや、言ったときに大丈夫です。あの、ちゃんと自分が宣伝したんで。すごいね、これ。なんかこれ見てんだって。後ろも、お前が着るとパンパンだから。名刺が。名刺が。かわいい。すごいね。これ売れてんでしょ。これ、なんか 3回に分けて報酬したみたいです。トータルで600、700ぐらいですね。印刷で600、700ぐらいって相当なもんよ。でだから青、かアビスパに関係ない赤とか黄色もあるし、十何種類ぐらい。一応 J リーグのチーム全部対応できるようにしたらしいですよ。鹿島サポ用にバーガンディとか、はい、あとデガルタ用になんかゴールドなんていうのとか、岐阜用にフォレストグリーンとか、わざわざちゃんと。なんか売れそうじゃねえかな、各サポさんがやっぱり面白いって言って買ってみたりとか。ああ、そう。僕みたいな。ね、バンディオンで書く過去がある人とか、そうですね。そういう株までもらなんかその、 あの販売ホームページのところに、まあ販売者はやっぱりアビスパサポさんが購入してるためだから、購入のフォームにどこのサポーターですかって書くところがあって、やっぱ販売上の人はアビスパサポなんですけど、あとはじゃあどこが多いかしたらセレストさんだとかガンマさんとかいろいろあるうちに、はい、まあその他少数でおって思った少数民族がところに、ね、僕スペリオ情報で書いてあるとかバンディオンセラとか、これ何そういうの書いたの。これ関係ないです、関係ないです。だから買った人がどこのサポートをしてるかっていう、あ、UC 名手って書いてある。そうです、
だからまあアビスパとは書いてないんですけど、この絵ちょっとまずいね。でバンディモンズカゴガーとか、あとなぜか阪神タイガース、阪神タイガースファンの人も買ってるみたいな。面白い購入、面白いよね。だそれをあれ何売上が、売上からその原価が発送費だとか引いた分で、うん、100万はアビスパに、100万アビスパに寄付して、で100万をオーバーした分はあのこの間の雨で、うん、あの福岡とか熊本とかあっちの方が被害があったので、そっちの方に現金に渡すんだ。あいつも社会的なことやいやでもいいっす、うん、いいよね。なんか僕もね、そうは言いながら募金今やってるんですよ。おおお、あのナビスコ、ナビスコだね。ナビスコジャパン。ナビスコも大事ですけど、ね。ナビスコもさ、ナデシコと似てるんだからスポンサーつけよな。それぞれでいいと思うんですよ ね。パッケージにね。そう。ペヤングとかに被らないからお菓子でもいいじゃないですか。いいやね。で今ナデシコジャパンのアップグレード大作戦っていうのをやってるんですが、由々しきことにですね、まだ募金の集まりが悪い。目標おいくらでした？目標600万。600万。うん、今15万。おお、40分の1です。計算や。そのままだからな、アップグレードするっていう目標よりかはさ、この、なんていうの、栄養代にしかならないじゃない。なでしこジャパンの打ち上げ代ぐらいですかね。打ち上げしかならないという有意識自体だと。まあ、募金した？しました。募金した？募金した？しました。しましたよ。しましたよ。おそう、募金した？あんまりしたもんな。結構してんな。あとで募金してないやつで音ボギじゃんけん。こんなの400人ぐらいしてますからね。あでも昨日ここでなでしこジャパンの試合を生中継でみんなで見てて、来てた人にこのこれを渡したんですけど、その場でバンバン募金してます。マジで。そうなんだよな。この前僕も昨日のはい、パブリックビューイング、パブリックビューイングでやったんだけど、はい、やっぱこう募金箱あるとみんな入れてくれる、うん、まあ実際どういう話かって分かりやすいですもんね。そうですね、日野のさ、そう話しとるけど、日野 そのパブリックビューイング行ったんですよ、はい、日野のその何だっけ、安らぎの森なんとかっていう、うん、公民館じゃ体育館だね。体育館どんなもんですかって思ったら、まあこれが広いのよ。普通ってバスケットが1個使えるか使えないか、うん、それがね、3面ぐらい使えるぐらい、結構でかい、総合体育館ぐらい。そうできますんだ。ここで国体の空手があるんですよ。空手が国体があるんですよ。そこがとボクシング、それが2面ぐらいあるんですよ。すごい広いところにビニールシートだけ貼って、こぼしたりしない。そうそう、ビニールシートだけ貼って、でモニターがなんかね、日野市の人が言ってたけど、模造紙をね、継ぎ合わせただけっていうね、完全ハンドメイドで、こう、綺麗に。で、エプソン製の、プロジェクターで。非常にお金がかかってないやり方に、手作りでいいですね。150人ぐらい来たんですよ。ここで皆さん、こう、やってて。でもいいですね。ああいう自治体の試みっていうのはね、本当、いいなっていうふうに、まあ、こう、新しくできたところだから、みんなに知ってもらいたいっていうのもあったらしいんだけど、あとね、ここぞとばかりでアピールしている。そこで金儲けするとなんかまた別の話だね、まあ、でもね、みんな地域の人が集まってみんなでワイワイやりながら応援しようっていうのは、それはね、家で自分家のテレビで見るよりも楽しいですよね。うわ、楽しかったよ。だから、なんっけ、ベレーザのサポーターの人が来てたりとかやってて、でも、言っちゃ悪いけど、なでしことか女子サッカーを応援してる人たちのこうオーラってなんか独特なものあるよね。雰囲気的に、なんかこう、なんそうかな、カブリーグみたいな、カブリーグな匂いがする、僕らみたいな匂いです。そうそうそう、ね、雰囲気的にはね、ミキレンジャーみたいな匂いがする。あれ、僕ですか。なんか、こう、すごく気がいいんだけど、フッテンがポンっていったらダンって言う人たちで、そう、ね、そう、目座っちゃうぞみたいな。普段はすごい良い人、腰が低い感じ、いじめられる子がこういじめて切れる感じの雰囲気があって、その熱量がすごい、熱量がすごくアットホームで良かった。ギャップがある、うん、ギャップが良かった。それでみんなで集まって、そこでもね1万5000ぐらい集まって、やってるんだけど、やっぱね今回いろいろまあソーシャルネットワーク中心にやってるんだけど、ねやっぱねこう、僕はそのなんでこれに対して募金した方がいいかなっていうふうには思ったかというと、やっぱなでしこジャパンって普通の金メダリストじゃなくて、はい、やっぱ国民栄誉賞を取った金メダリストなわけですよ。
んですが、あのこうやってワールドカップの優勝でね、でやっぱ震災で苦しんでる中で、やっぱりなんかいろいろいい話題がなかった中で、うん、やっぱり日本の中で唯一いい話題を届けてくれたっていうこともあって、国民ね、震災で苦しんでる中に、勇気と希望を与えてくれたっていうことで国民栄誉賞を送ったわけだから、あのね、今までの国民栄誉賞と何が違うか、はい、今まで違う、なぜ違うか、今まで国民賞といえば山下哲郎さんとか森重久弥さんとか清野さん、犬がさん、そういう人が何が違う、そっちで団体競技で、まあまあそうね、唯一団体競技であるってことも一つ大きいんですけど、あのね、アマチュアなんだよね、あの、うん、もらった人たち、うん、それもその道で食えてるんですよ、みんな森重さんにしたって千代の富士にしたって、千代の富士にしたって、まあね、もう大横綱の時もらってるわけだし、キングアサだってやっぱりもうカープの英雄としてもらってるわけですよ。でなでしこジャパンですね、ある意味その補助中というか、そうそう、っていうかサクセスする途中です、ね、グループでもらってるけど、一人一人っていうのはマッチャー契約の選手もいて食えてない、そうです、ね、唯一で国民優勝をもらった中でぶっちゃけて言えば貧乏なんですよ、うんうん、金銭的にはまだ貧乏なんですよ、金がない、普通の人ですよね、普通の人、普通の人にもしかしたら大変かもしれない、ね、そうだから、そういう普通の人に国民栄誉賞を送っちゃったっていうことは、やっぱりそれなりにやっぱりケアしてあげなきゃいけないんじゃないかな、まあ、面倒を受けない、うん、っていう、ね、国民栄誉賞ってなんか総理大臣が渡したような感じになってるけれど、実はあれは民間 その審査の団体があって、うん、でこの人だったらいいんじゃないですかっていうことで総理大臣が代表して送るだけの話で、そのぐらいで言えば国民が挙げたものだから、政府が独断でってわけでもないんですよ、だからやっぱり僕らは挙げたことによって拍手してよかったよかったってなってるわけですから、だからね、そういった意味においてはやっぱりその国民を代表して送ったものだから、そういった人をエコノミーでっていうのは僕はどうかなって、やっぱ国として責任があるんじゃないかなっていうふうにやっぱ僕は思う、だから正直言ってその例えば自チームに戻ってそのスタジアムとかで募金してくださいって言ったらピンとこない部分があると思うんだよね、例えば公定期の件であったりとか今回の、まあ、震災であったりとか豪雨の被害であったりとかっていうすごく最大公約数として被害が目に見える形であるから分かるんだけど、今回のなでしこアップグレードに関してはプライドの問題だから、なかなかお金を出すっていうことに関してはなかなかちょっとね、最大公約数が取れないところも重々承知ではあるんだけど、それは国民の中ではもっとこう本当だったら一番ケアしなきゃいけないところなんじゃないかなというふうに僕は思うし、そこはやっぱり国、国民として、本当はもうちょっとそこを考えないと、ちょっと本当難しい話しちゃうけど、国とはとか、国を守るとかとかっていうことをやっぱり考える動機にはならないし、そういうところがやっぱり希薄な国民っていうのはやっぱりちょっとやっぱり貧弱になっていくんじゃないかな、芯として通ってないんじゃないかなっていうふうに僕は思うので、その辺はどうですか。確かあれですね、ワールドカップで優勝したら帰りはなんかいいところですね、確か飛行機今回、前回のビジネスって、エコノミーで行って、エコノミーで帰ってくるんだよ、エコノミーで行って、エコノミーで帰ってくんだよ、メダル取って、ひでえ話だよ、俺から言わせれば。それで、まあいいですよ、その、エコノミーで行って、まあ、金がなかったからそうですって言うんだったら、でも今度行くときはさ、やっぱりさ、ビジネスとかでやっぱり行かせていくのがやっぱり大事なんじゃないかなっていうふうに思うし、例えば一緒の飛行機だったとしても男子もやっぱ国民栄誉賞違うよな、やっぱビジネスだもんなって、男子がむしろなでしこ羨ましがるというような構図の方が普通だと思うんだけどね、まあそうですね、まあちょっと男女でその違う大会の規模だとかあるんでしょうけど、単純にその競技の世界大会のチャンピオンからあなたかって言ったら格は全然上になってくる、そうそうそう、だからなんかマイナー競技だからしょうがねえとかっていう意見もあるし、そもそもなでしこリーグっていうものが J リーグやプロ野球に比べてもおかしくないんだから、それはしょうがねえんじゃねえのっていう意見もそれはもうごもっともあるんだけど、
なんかね、国民栄誉賞っていうのはね、歌ったって感じじゃないかなっていう。森重さん、イコノギで飛ばさないでしょそうですね。ここにも出すでしょ。ねえ、森光さん飛ばさないでしょ。びっくりしますよね。千代の富士がエコノミーで狭いとこにいたら困っちゃうんでしょ。どうやってエコノミーで困っちゃう。僕もっかの前金もらうことある体力の限界って言われる体力の限界気力もなくない。決戦できちゃうよな。高原なんてエコノミーで移動してないにもかかわらず偉いことですね。偉いことだよ。そったら具合悪くなる。そうそう、なんかね、このここちょっとばかりにエコノミー症候群で倒れないんだよ。やばいって調子上がらないのはそのせいでした。あのビジネスシートにしなかったせいだっていうふうにねやるんで、ぜひ帰りもし貧乏席で返すことになればあの間宮あたりは決戦になれ決戦になってやばいっていう芝居をするとかね芝居を芝居なんだよマリーシアを出すそういうのね、いいんじゃないかな。日本サッカー協会の方ともちょっと喋ったんですけど、帰りの便はあのビジネス協会としてもビジネスでちゃんと帰れるように、前向きに考えてる。前向きにね。基本はやる気がないんじゃなくて、うん、8割9割方そういう風になるように。なるよ。ただあのいつ帰国の便飛行機をね抑えていいかがわからないじゃないですか。だからその先週の話ではね、いつ帰国の便取れるかわからないで、その時にビジネスが空いてれば当然ビジネスを乗せたいと言ってました。ただ昨日のね試合で勝ったんで、もう三決決勝まで行くじゃないですか。もうほぼ帰りの便は決まったんで、クソね。じゃあもうね、ここで何してんだから、ここでもうビジネスが空いてないわけねえだろうと。じゃあもう言い訳として金がないっていう言い訳をさせないように我々は金を入れなくてね。そうだから少しでもね、15万とかやってね、あと1週間ありますから。そう、あと1週間で100万ぐらい。100万ぐらい。ちょっと名刺の金回してくれ。それいいね。名刺の金を先にちょっとアドバンスしてもらって、福山ギクとか言ってないんですけど、見てないから。アドバンスしてもらって、それが俺がじゃあ今そこ T シャツを売って作るんですよ。今そこに借金で、まあ、僕らから名刺に国民栄誉賞あげるっていう。それでいいよね。名刺に国民栄誉賞。じゃあ名刺はショッカー国民栄誉賞。それでなでしこのね、あれ。その代わり名刺 T の売り上げはなでしこの帰りの日に貸してくれって。帰りに行ってそっち回してぐるぐる金回す。買った人がどう思うね。まあ、どこで言うの。いや自由だろそれは。自由だろ。それは自由だろ。あれもオリンピック両方ほら男子も女子もさ、あ今日うるさいお前ら。男子も女子も男子も200人今怒られましたね。男子もさ女子もさこう上がっていってるから、ね、寝らんないんですけど、ね、いつ寝るんですか、ね、普通に平日仕事の時きついですよね。この前とかあの松田丈志って水泳 の、はい、の水泳の松田丈志、あれうちの地元の目をしのぐ仮の地元の仮の地元ってことだの、あの野村橋の地元で、ね、あの東美中学校っていう中学校にこうビニールハウスを建てて、そこでやってるスイミングスクールがあるんだよ。東海スイミングスクールって書いて、東美スイミングスクール、東美 SC って書いてあるんだよ。そこの出身なんだけど、あそこで25メートルプールしかねえから、あらたくさん往復しなきゃいけない。すごい往復しなきゃいけないんだよ。しかも温水プールじゃないからね。ビニールだから暖かい時もあるかもしれないけど、基本水だから、うん、だから俺らの田舎には温水プールがないから、うん、あの1個あのゴミ焼却所の横にプールがあるんだけど、あれ子供用でぬるいやつしかないわけ。競技で使えない。あの25メートルでさメダリストが出るっていうのがね、私はすごいなと思って。そこはそのコーチとかがみんな俺の同級生とかがボランティアでやってるんで、うん、でそのたけしがこうやって泳いでるとこの隣に子供たちがこうやって泳いでる。普通にでもまあ、プロじゃないですか。そのだけトップレベルの選手で25メートルあっちゅう間に25メートルですよね。すげえターンしたからターンとして行ってバサーってで何か聞かしたらもうターンあいつのターンが上手いのそこで培われたの、まあ、そうあるでしょうね。ターンばっかしてるってだからなんかサッカーじゃなくてフットサル出身みたいな感じ で、ね、そうですね、狭いところの行ってみるので、たけしが例えば
が出るようなこうなんだ淡水路なんとかとかってあるじゃん。東京であると、はい、あのハルミってねえや、ハルミとかあっちの方にかね、はい、ある際の方、はい、あ、辰巳、辰巳にプールがあるんだよ、はい、それとかあっちの横浜にもプールがあるんだけど、はい、それ50メートルプールなんだけど、はい、で彼がやっぱりその一番ゲストでうちの田舎から引っ張ってくるんですよ、タイムのいい子供たちを、うんうん、で僕らの田舎の子供たち25メートルプールしかないから、うん、こげ長いとこ泳いだことねえになるんですよね、うん、で一生懸命泳ぐんだけどやっぱりタイムが伸びないんですけど、まあ、アウェーの宣伝で、ね、50メーターじゃ泳げねえよ途中でターンしたくなっちゃう癖で長えな今日っていうのがあるんで、ああいうの見てるとだから夜中の3時でしたよ、寝れない、もう見てないからね、こうやってもう見た瞬間このままで、なんかわーっとなってそう で結局パッて見てたら朝のジップで松田武が銅メダルとか言って結局ね見てないよ、寝ていいんですよ、寝てジップで見た方がいいんですよ、ジップでジップでジップの、ね、番組の目覚ましでもいいですよ、いいですか、ね、番組の話でもやっぱね、生で見たいという欲求があるので、うん、まあね、体調壊さずに皆さんまとめた頑張ってください、はい、あとね、あのなでしこのフグレードのお金をこちらそちらで書いておりますので武器見えないね、ここで皆さん、お越しください、なでしこアフグレードもしね、郵便局の通帳がない人はそのこの際作ってください郵便局のですか、通帳を作ればただで送金できます、そうですね、僕いろんな人からお金これ寄付してくださいって言うから、うん、午前中に郵便局行って午後にも郵便局行ってって、なんであの人郵便局に入りしてんのかしらって郵便局の人が不思議に思うぐらいで、やってます、で私を知ってる、私が知ってる人間は誰が募金したかしねえかちゃんと分かるようになってます名前出ますか、名前出ますか、後でチェックしてもし上がってなかったら直感でも取り上げます直感でもない人です、ない人はひどい名前つけます逆にねもう大体直感でもひどい名前緑だとか分岐地とかですか放送禁止用語呼べないですねね、じゃあよろしくお願いしますということで、ね、はい、まあ、前段は長くなるんですけど、今日は、ゲストにですね、はい、ゲストいますよ、素晴らしい、ゲストをお呼びしております、お、はい、10回目にふさわしい、10回目にふさわしい、記念すべき、記念すべきなんとなんとなんとかのおおかの有名な、はい、お FC 町田ゼルビア、おお、サポーターズグループ読んでますよ町田クルバ町田代表取締役社長、おお、社長 CEO 大島健くんです、どうもビール片手で CEO の大島ですいやいやいや、はい、先週ですか、ドイツ帰ってきた、そうですね、ドイツ3週間行ってます、ドイツはドイツの金で行ったの。オランダって言わなきゃね。もう一回やろう。もう一回やろう。やらなきゃ。ドイツから戻ってきたらしいね。はいはい、そうドイツの金で行ったんだ。オーランダ。まあまあ。まあまあ。お仕事で行って。そうですね。仕事半分、遊び半分、遊び半分か、酒ばっか飲んでましたね。いや、それは別にどっち行かなくたっていつでも飲んでる。あ、そうですね。もう今日も何杯かいただいてて、そうですね。ほろ酔いで、ほろ酔いで。ドイツでビールは何を飲んでる？主に。パブとバーをもうずっと行ったり行ったりで、で、まあ地ビールの、僕が行ったところはちょっとチェコに近い。おーところなんでピルスナー、ピルスナーの、うん、スペルマじゃないよピルスナーなんか若干やらしい響きのピルスナーピルスナー泡がね、泡がいいんですよね、そうですね、そうですよ、であとは黒とか、黒とかベルギーのあの白ビールとか、あー、多いとかですね、いいですね、何ていう街に行ったんですか、ライプツィヒ、
ライプツィヒ。ライプツィヒ。東ドイツ。そう、東ドイツ。旧東です。東です。ベルリンの、南西。南西。まあよくわかんないけど。まあ、チェコ寄りのね、うん。そうです。ライプツィヒは僕行ったことないのよね。田舎町です。そうそう、いいとこですよ。ドイツはいい町よ。あの、ほんとね、なんていうの、リボンの騎士みたいな城とかがね。リボンの騎士知らねえわかりますけど。なんでそのファンタジーとか。いろいろある中、それを持ってくるんですね。いろいろありますけどね。タラリラッタリッタラリラッタ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 ッあれ置いてきぼりゲストがゲストがゲストが置いてきぼりですよ。ゲストさんとかのアニメを、ね、見てる世代はね、そうもうあもう生きていないのか、生きてないのか、生きてるんですよ。生きてる、生きてる。おそんだよ、だって今度あれだもの、サイボーグ009とかあやりますね、劇場がアニメ知ってる。吹きすさぬ風が欲に。あれさ、アニメとは思えない渋さだよね。まあまあそんなもん。まあまあ、ドイツに行ってきた。ドイツ行ってきた。そうですね。ドイツでサッカーは見たんですか。サッカーは、今回は1試合しか見てないんですけど、今回行ったライプツィヒって街は僕3回目で。お、3回目。その街 の, あのサッカークラブは一通り試合は見た。ライブ時には何チームぐらいあるの？3チームは、なんていうんだろうな、サポーターがちゃんといて、ちゃんとした運営をしてるのが3チームぐらいで。あ、分かった。インターライプチヒ。ライプチヒユナイテッド。ライプチヒ FC ぐらいな。どう？分かりやすいですね。違う。そういう感じじゃないですか。残念ながら。全員じゃない。1FC ライプチヒ。あー、1なんですよ。ワン。はい。はい、アイエフテーケル。違う、発音いいね。ライプツィヒ中級だ。東京、東京。トリークじゃない。まあ、本当に地元のクラブみたいな、なんつうんだろうな、その子供たちを教えてるようなクラブだったらいくらでもいっぱいあって、でそういうんじゃなくて、プロクラブ、プロとしてやってるのが3チームあって、でそれがまあプロなんですけど、まあ僕実際やってるカテゴリーが、上から数えて4部とか5部とか。地域リーグ。プロで。プロで。で、ライプ4部5部。ライプツィヒにはいわゆるブンデスリーガのチームはなくて。ああ、そうなんだ。聞かないよ、ね。1部2部のチームはない。1部2部はない。ライプツィヒって30万ぐらいの街でしょ。人口は多分、もうちょいいますね。50万ぐらい。50万ぐらい、ちょうど町出しぐらい。50万ぐらいの町でもブンデスがないんだよ。そうですね、やっぱドイツのサッカーっていうのは結局のところ89年にベルリンの壁の崩壊があって、でドイツっていう国の経済が西高東低ってよく言われてて、西が旧西ドイツの側はやっぱ経済がしっかりしてるんですけど、東ドイツは経済がやっぱ旧東ドイツは共産圏から西ドイツに合併されて、あんまり盤石な経済基盤を持ってなくて、でサッカーチームもやっぱりそれとその上に成り立ってるんで、強いチームは大体旧西ドイツで、ドレスデングレー強いの東っていうのはディナモドレスデンはそうですね、でもまだ一部に上がれないですからね。でヘルタベルリンっていうチームも、あれは結局ベルリンの人間からすれば西ベルリンのチームなんで、そうなの。ベルリン湖、生粋のベルリン湖はウニオンベルリンっていう、ベルリンユナイテッド、英語にするとベルリンユナイテッド、ウニオンを応援してて、でヘルタベルリンはやっぱ外資からも結構経営に入ってて、ベルリン湖にとってはあれは俺らのチームじゃないっていう感じ。じゃあベルリンにいるのはそのユニオンベルリンっていう2部、はい、ユニオンは今多分2部じゃないですか、ね、2部のチームを応援してんだ。あ、じゃあ東京にいる人が俺たちが政党だっつってベルディを応援してるのもちょっと違う、どっちか分かんないですそれは違うってどうっていう匂いは違う。僕もね、ドイツにはね、ドレスデンですか。いや、僕ね、僕はドイツにはね、4週間いた、ツアーで、レンコレのツアーの時もうそれは本当フランクフルトから
もうフランクフルト、有名な街全部行って、ベルギー、フランクフルト行った、デュッセルドルフ、ストゥットガルトとか、それからドルトムントも行ったし、ブレーメン、ミューニクとか、ミューニク、ミューニク、英語だとね、ミューニックって言うんですよ、でドイツ語だとミューネン、だからバイエルミューニック、だからあの僕ら工程表にミューニックって書いてあるんだけど、あんま聞いたことないなって、聞いたことないってずっと英語でミューニックミューニックって言ってて、これでミューニックに着いたらバイエルドイツをこうやってると、あれミューヘンのことミューニックって言うのっていうぐらい、まあ、ドイツって CH の発音が G になっちゃうんですよね、英語だと。ああそうかそうか、うそう、だからシェっていう音がクックッ、さすが、いや、どうドイツ語喋れるのワインツバイトライぐらいはダンケシェーンとかダンケシェーンも言えるし、そうそうで、イッヒがあのベルリン下町の言葉だとイック、イック、あイック、私っていうのをイック、ここでイックって言う相当の負けるなロックここにある実業団負けるなロックここにある、そういいね、いいですね、イックできた、イックできました。で、あのね、僕らのこれの時には、うん、いつもあのネタの時にあの日本で言うとあのフェラチオの言葉をあの現地の言葉で勉強するんですよ、はい、で教えてくれって、そうそう教えてくれって言って、で、こういう頭ポコポコ楽器があるから、ドレミファソラシオってやるのがあるんだけど、マイクでこうやってやった時に、ね、あのマイクがもうちょっと近寄せてあのフェラチオみたいにっていうオチがあるんだけど、そこをドイツ語で言うとコップアーバイトって言います。フェラチオのことをコップアーバイトって言います。あ、頭の労働です、ね。そうアーバイト。ドイツ語で頭の労働。なるほどね。アーバイト。当たり前。なるほどね。もう労働なんだ。そうそう。英語だと賃金出るんですか、ね。ブロージョブとか、とかヘッドジョブとか言うんだけど。ヘッドジョブ。ヘッドジョブとか言うんだけど。ドイツ語だと。バイトですから。バイト。コップアーバイトって。はい、リピートはしたみコップアーバイト、よくわかりコップアーバイトの国では、コップアーバイト、あ、国になっちゃった、ドイツって言うじゃない、ドイツなのね、あの、ジャーマンなんで英語は、うん、ジャーマンだけど、なんでドイツって言うのかなって言ったら、あのドイツ人は、我々はドイツランドなんですよ、ドイツランドって言う、かわいいのね、ドイツラン、ドイツラン、間違いないでしょ、そうですね、ドイツラン、ドイツラン、ドイツラン、顔かわいくしてる感じじゃないですか。おいで、何週間、僕は3週間、今回どうでした、そうですね、あの今回はちょうどあの向こうがサッカーのオフシーズン、夏はオフなんで、 あんまり試合は見れなかったんですけど、あ、見たのは何、何どこ、プレシーズンのその4部チームがプレシーズンにあのイングランドのフルハムを、おお、4部のチームがフルハムを呼んで、すごいね、トップの、ということはホンダロックが3部だから下だから地域リーグの地域リーグ、あ、だ関東リーグの一部、うん、OMFC 関東リーグ、いや、トリーグ関東リーグだと誰だ、一部だと23だと埼玉、埼玉FC とか SC が外国の一部を呼ぶの、そんなもいるか、すげえな、すげえな、近隣の国、そうですね、アジアの、ね、うん、でも呼ぶってことはフルハムなりにも金を出して呼んでくるわけ、そうでしょうね、多分すごいね、4部のチームフルハムが多分キャンプついでにだと思うんですけど、ね、環境がいいんですよ、ね、結構、じゃあ涼しいとか、多分大体あのヨーロッパの人間がキャンプするのってスイスなんで、涼しいんで、スイスに行くついでにドイツに寄ったって感じだ、ね、ホンダロックキャンプしてる宮崎に来るときにホンダロックとなんか親善試合して金取っちゃう、冬場にロックに行く、あの宮崎に行くとき、うち練習試合しても本当お客さん 5,6 人しかいないからねこのカードで 5,6 人なのっていうのが、え、どこでやるんですか、いや、アントラーズとか、アントラーズとホンダロックで観客5人あ、まあ最近はでも15人ぐらい増えましたね、3倍です、3倍です、ガンバと
ガンバとロックの練習試合の時とか10人だって宮本とかいたんだよ、うん、10人ぐらいしかいなくて、まあ、告知もそんなしないんですか地元で練習試合あのね練習試合はあのその都度組むから分からない分かんない時もあるしでもそれほらガンバ の, あのオフィシャルとかから出るから、うん、宮崎の実業団、ホンダロック FC とやります FC じゃねえしって思うしひどい時には大宮 RD じゃなくて大宮 RD じゃったらホンダベルノとやりますベルノ車になっちゃったリーダーだろう大宮みたいな間違えるにも程があるホンダしかあってねずるいホンダ FC だったらそっちの方ですホンダ FC だったらねまたまあまあいいですよ、ね、ホンダロック FC もまあいいですよベルノだったら違うだろ会社自体が違う本当ねあのアホなことがありましたね、思い出しちゃったけどすいませんね話残ってで帰ってきてどうですかゼルビアさんはひどいことになってそうですね今22位を邁進中で、はい実はですね3勝5分け18敗、はい、素晴らしい戦績ですいや、3勝したのが本当楽しかったな18いい思い出ちなみに3勝ってどこなんですか相手相手は、熊本と、次勝ったのどこだっけ、うん、ちょっと思い出が鳥取です熊本鳥取であと横浜 FC 横浜 FC に勝ったんだ横浜 FC はしょうもないチームでしたねあの時はあやべっちゃった最初ちょっと調子悪かったですよね横浜 FC はあれで、ね、あの敗戦でこう変わったんだね監督やってる頃も、うん、ちょうどよくないねどうですか雰囲気はまあねうちはやっぱ上がってきたチームなんで負け慣れてないですからねサポーターが、ちょっとギスギスしちゃってますねよかったね、そんな急いで上がっちゃダメよって上がっちゃった勝っちゃったんだよ、残念ながら上げさせちゃったからねトリーグから6年で上がったんですよね2005年までトリーグにいたんで6年、7年で、何段アップしたのかなセロクからセロクからセロクからセニーまでトイチ、トニじゃあ、下がっちゃうトイチ、関東2、関東1、JFL カンニカンニチ JFL すごいねすごい駆け抜けてったんだね疾風、のごとくハヤテのようザブンブルザブンブル今日その要するにタケルさんをねゲストに呼んだのは先月あ5月かなあの東京一周のコラムで町田ゼルビアのサポーターのお話書いていただいて読みましたよ彼が主人公の話だでその話はまあ結構、まあいい話というか、いや、美化されすぎて美化されすぎてるらしいんですけどなんかね、あれを読んだ限りでは、はい、非常に好感のある青年ですよねそうですよね、なんか青年ですよね青年ですよね帰った後、サポーターの仲間からお前じゃないだろ、あれはっていう、ブーイングが、ブーイングがひどくてあれは楓田さんのあれは楓田ノンフィクションのノンフィクションにフィクションを交え、ね、かなりよく書いていたまあ、本当は多分酔っ払いなんで、うん、それは知ってるでもねやっぱこの一番楽しかったんじゃないの僕なんかやっぱり、うん、あの芸能やってた頃もそうなんだけれども、はい、やっぱり右肩上がりになってる時って一番面白いあそれは楽しくてしょうがないですよ、ね、そうだからスカスカのスケジュールだったのがどんどん詰まっていくとか、うんやべ今までスケジュールなんか被ったことないのにやべスケジュール被っちゃったよとかっていう時がすごい楽しかったりとかするわけです右肩上がりだったのは本当に非常に楽しかったとは思うんだけど今回例えば JFL から J2 に上がってまあ負けも負けたり18敗とかそんなに負けてるのって多分そんなないと思うので今までに、ね、そういった中でやっぱり楽しさを見出していくっていうのはしんどいですねまあ最初は楽しかったんですけどねやっぱJFL に比べて対戦相手っていうのはサポーターが対戦相手のサポーターがすごい勢いで応援してて、うん、あれには負けちゃらんねえなっていう感じでこっちもテンション上がって、うん、やっぱ J2 ってすごいとこだねみたいな感じで、うん、JFL で相手一人もいねえみたいな試合が何試合もあったりしたんで、うん、そっちでスイッチ入るってこと、うん、そういったことはあったんですけど、うんでもやっぱ
そういったものも徐々に慣れていっちゃうと、負けてること自体にイライラしちゃってみたいな。そうね、もったいないですけどね。もっと僕は楽しみたいんですけどね、うん。まあ、うちらホンダロックも今年ほら調子こんなに良くない、はい、やっと4勝したぐらいだけど、うん、悟りきってるからねチーンって感じ、ナムーって感じこういうもんだなっていう感じ、うん、もう監督とか変えやしねえからねそういう論議もないから、ね、その辺はどう、監督変えろっていう声は結構なんかツイッターとかあのウェブ上では見ますけど、うん、でもまあ変わんないっすよ、うん、実際内容はこの数字ではこうですね、内容的にはどう、内容はポゼッション率は少なくとも高いんですが、うん、かといってあの意図のあるポゼッションではないので、消極的な、うん、あのボール回しでしかないので、内容は正直ないっすね。まあ、じゃあこの内容もないし結果もないっすね。この数字は妥当なところ、うん、まあ実力が現れてるのかなって、うん、内容もないし実力もないし結果も出てないのは、まあそれは一番下から上がってきたチームだから、うん、そこも踏まえた上でのシーズンだと思ってたんですけど、うん、そう思ってない人も多いよ、うん、やっぱ勝ちたいんですね、うん、勝ちたいんですね、うん、見てる以上はそうなんですね、うん、応援する以上は勝ちたいっていうのは、まあ そういう気持ちがあるのはいいと思うんですが、君んとことかさ、負けててもあんまり殺伐としないよね、はい、うちはまあ、先日2敗目を喫してしまって嬉しいんですけどまた負けたのね、あの、この前の夜やってたっけ、その前、先々週ぐらいですかね、直接対決ね、うん、あ、グリフィーの時ですか、グリフィーですね、駒沢グリフィーですけど、昇格レースに残るためにここは勝たなきゃっていうところに2-1で負けちゃったんですけど、また来年トニー、まあ上がそのまま行っちゃえばもうそうなっちゃうんですね、もう相手は自力がないので、自力では全部勝ったってもその2敗しちゃってるので、あとは上次第ですけどね、まあでもまあね、やっぱアマチュアのアマチュアだからまたね、そう違うのはありますけど、僕らはそうですね、そういう応援するチームある時点で楽しいので、うん、今日ぜひね、トリーグ時代から応援してるからね、うん、そうい こうカテゴリーを上げながらどんな風にこう、うん、クラブが変化してたかなとは聞きたいなと、今日興味あります、うん、そうですね、僕はあの2005年からゼルビアを応援してまして、で2005年はあの見もなくてもですそう、東京都一部だったんですけど、で実際あの東京都一部のリーグ戦はそんなに見てなくて、でもうあの僕が応援しだした時には感謝、関東社会人大会の感謝っていうんだ、感謝公務員の住宅みたいな関東社会人大会に出る直前ぐらいな感じだったんで、それはあの関東リーグに昇格するための大会、そうですそうです、あの神奈川県のチームとか都道府県、うん、あの群馬のチームとか出てきて、でまあその時から、関東2部になって一気にそのサポーターが減ったんですよ。あ、昇格はしたんです、昇格して行っちゃった、はい、っていうのもあのいろいろその携わったサポーターの人たちがいろんなそのよりクラブに根ざした活動を しようみたいな動きになって、クラブスタッフになっちゃった、あのボランティアの仕切りを したりとか、発展的な会場で、ね、運営する、はい、運営する立場になって、ね、で僕がサポーター一人だけになったりっていうのが関東2部の時の始まりの時で、でまあそこから徐々には増えていったんですけど、まあ実際のところ関東2部から関東1部とか関東1部から JFL って本当に1年ごとに 2,3 人ぐらいの規模で増えていくはいくんですけど、1年ごとに 2,3 人ほんとにそのぐらいですね、意外と増えてくるんだよ、自分割と、で実際 JFL1 年目のあの多分映像とかを見ていただければあれだと思うんですけど、ノスタあのホームスタジアムのノスタで応援してるのなんて、あのいても20人、それが JFL1 年目、 JFL1 年目です、あの真ん中その応援太鼓とか叩いてる場所に集まってくれるのは20人で、あの、はい、芝生に寝転がってる人とかメインスタンドでお酒飲んでる人が、うん、まあちらほら数百人いる、
観客席に結構自分いたっけ、関東の時実は見たことがあって、ゼルビアとルミノと狭山の試合見たことがあって、でスタンドが結構埋まってたなって印象があったんですけども、それはじゃあたまたまだったのかな。スタンドは人はいるけど、ゴール裏実際飛び跳ねて声を出すのは本当全然人が、観客は増えた。観客はどれぐらいのベースで増えてた。観客は多分もう倍々だったと思いますね、あのカテゴリーが上がれば上がるほど。その関東2部の最初の時は全然最後の関東2部、優勝を決めた時は800人とか、関東2部で800人、で関東1部でどんぐらいだっけな、でも1000人はいかなかったと思うんですよ。で JBL 上がって1000人ぐらい今そうですね、観客はね、はい、1500とかで、ゴールラでこう熱く応援するぜっていうのは20人ぐらい。そうですね、全然増えな、うん、確かにね、ロックとやった時もそんなんでもなかったもんな。やっぱきっかけはこう言うと不機嫌になるかもしれないんですけど、相当なんか血よっていう言い方今こそっと相当がなんでしたっけきっかけは山田ですね、やっぱ相手があんだけ来るっていう風になると、あサポーターもやらないとホームゲームが相手に奪われてしまうっていう、ジャックなんじゃないですか、やっぱ相手サポーターの存在っていうのがあんだけ来たのっていうのは、実際関東リーグの時サポーターいましたけど、相手にも埼玉 SC とか YSCC とかサポーターいましたけど、でも相手も結局同じ規模だったんで、そういった中で山鹿が数百人で野津田に来たっていうのはもう山鹿ショック、それが JFL1 年目2年目です、山鹿が来て、そこからどん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 ゴール裏に集まる人間が増えていった。じゃあ本当ここ 2,3 年の話ね。本当ですね。声をかけてるんですか、じゃあみんな。もちろん声もかけましたけど、山鹿に負けちゃダメだと思うんで、みんな集まってくださいとか、ぜひ一緒にやりましょうとか、手拍子だけでもいいんで一緒に集まってください、見る風景飛び跳ねなくてもいいんでとかっていうのはいろいろ呼びかけやったんですけど、やっぱ実際にあれを見ちゃうとやらざるを得ないっていう気持ちにさせるんですよね。そういった意味ではいい活性化をしてるんだな、ね、彼らが。いろんなところに影響してますね。だから北信越があんだけ盛んだったっていうのも、やっぱ、彼らの存在もそうですし、山鹿自体も長野っていう仮想敵を作ってああやってるっていう、やっぱそのサッカーっていう競技が勝敗を決する競技である限り、ああいうなんつうか対抗意識っていうのは必要なんだろうな。なるほどね、あると思うね。じゃあチームが強くなったとか、昇格したとか、そういう理由がこう観客増えたりサポーゴール裏のサポーターが増えたっていうのは実はなかったんで、多分直接的にはつながってないです、もちろんチームが強くなってって、そういった認知する層が増えたとか、野津田に来る層が増えたっていうのはつながってるとは思うんですけど、ゴール裏で飛び跳ねる人間がどんだけ増えたかっていうのは、やっぱ相手がやってる人間を目の当たりにして、それがきっかけだと思うんですよ。なるほどね。だって JFL の1年目本当お寒かったですよね。寒かった牧歌的だった。牧歌的でしたね。牧歌的、まあ逆に言うと俺みたいな一周回っちゃうと、あの牧歌的な良さがむしろ気持ちいい、むしろ気持ちいいね。はい、いつもの雰囲気だなみたいな。そう一周、まあやっぱこの懐かしい、やっぱスタートがゴリゴリだったから俺ゴリゴリから降りてきてるから、ゴリゴリを知らない人はやっぱゴリゴリ見たいよね。わかるんだけどね、俺もほらゴリゴリでお腹いっぱいになっちゃった人だからね。第一線で戦ってちゃったんですよ。お腹いっぱいなんだよね。だから一回ロックと鹿島やった時に、周りのロックのサポーターは、うわあ人がおるって、初めて J1 やったの鹿島だったから、でうわあ人がおるって、
目慣れてねって言ってたけど、もともとそっちいた人じゃん、うん、全然なんか、ああ、まあいろいろ裏ではいろいろあってねとか集金とか大変なんだよとか言いないんだけど、まあ、そういうのもね、あの旗作るのにみんな結構強制徴収されてって言いながら、みんなしぶしぶ金出してんだよとか言いたいところもあるじゃん。まあ、だからサポーターが少ないなら少ないの苦労もあるけど、多いなら多いに苦労、増えれば増えれば苦労はあるってことですよね、要はね。あるんじゃないですかね。僕はなんかもう増えてるだけで楽しくてしょうがないんですけど。うん、温度差あるよね。あ、まあ温度差はあるけど、でもそれは引き上げるのは自分次第じゃないですか。うん、周りのサポーターが冷めてたら、それを引き上げるのが熱い人間の仕事だと思うし。そう、そうなんだけどね。だから逆に言うと、あの俺からするとしょうもないね、あのブーイング論とかね、 あんなのでね、なんかお互いのサポーター、あの味方のサポーター同士がね、意見が分かれるっていうのは俺は分からんのよ、ね、そうですよね。この前なんかあのブログにいろいろ書いていただいて、その例の町田のブーイング論やりましょうよ、せっかくね当事者いるんですけど。あれちょっと前提なんですけど、うん、あの禁止はしてないですよ。うん、私はね、僕はそれは知っていたんだけど、うん、その方向性として、うん、そのブーイングをしないことが美徳としてる人が多かったんだね、はい、あそこの2代目に行っても、はいはい、いや別にブーイングすることしないことが美徳とか美徳じゃないかっていう論議に上がること自体も僕としてはなんかピンとこないところもあるんですけど、その辺はどうなんですかね。まずあのブログ読ませていただいて思ったのが、一つあの前提として、僕らはあのサポーターグループというかゴールラーの総意として、あのブーイングは禁止してなくて、でやりたいやつはやりゃいいし、うん、でやりたくない人はやんなくていいし、うん、でまあ実際あの試合後、うん、選手に向かってブーイングもしたこともありますし、うん、うちのチームで別に今まであのやってないわけでもなくて、ただあの実際そういう空気が、あの町田ゼルビアのサポーターの中にブーイングって良くないことっていう空気があるのは間違いなくありますので、いろいろ僕はあのそういった人たちの言葉を何て言うんだろうな、見てて思ったのは、多分あの言い換えてはいるんですけど、彼らが言ってるその少年サッカーの町町田だからブーイングをしないっていうのは、うん、あの確かにそうなんだろうな、だからこそあのブーイングをなしとするのが美徳なんだろうなっていうのが、あのなんだろう、言葉というか気持ちとして分かるんですけど、でも言ってることこの内容として、うん、あの子供たちにブーイングを見せるのがうんぬんっていうのは多分あれは違う、うん、結局あのうちの、町田ゼルビアの応援っていうのは、うん、あの少年サッカーを応援する延長上にある応援になっちゃってる、うんうん、あのつまりピッチで戦ってるあの、うん、選手たち、ゼルビアの選手たちが、うん、あの少年が成長しただけの存在としてしか見てない、うん、彼らがプロであるとか、彼らがあの給料をもらって試合に出てるとかそういうことじゃなくて、ただあの子供たちがサッカーをしているのとの延長線上で、だから応援もあの子供を応援するような応援っていうのを、なんて言うんでしょう、気持ちとして良しとしてしまっている。だからあのいいんですよね、あの選手が気に食わなければ選手にお前らはムカつくんだって言って、だからそんなあの我慢して応援する必要もないと思いますし、まあ、かといってあの何でもかんでもやっていいとも思いませんけど、いやでもね、だから結局その辺の、うん、その少年サッカーの応援だからブーイングしちゃいけないっていうところからも、でも少年サッカーの応援ってブーイングするよ。だから そこなんですよ。で、あの選手の親御さんはやじるのを許されるんですよ。許されるよね。うちのスタジアムで。うん。親はいいの。親は実際すごいやじってるんですよ。うん、親は大人になった子供を自分の
あで、実際いまだにうちの選手たちの親御さんが見に来ているんですよ。うちは結構町田出身の選手が多いので、でそのまま親御さんがノスタにまで来てくれて、でもう親御さんは酔っ払ってひどい言葉、汚い言葉すんごい言うんですけど、でも周りの大人たちはそれに釣られないように釣られないようにみたいな。でそれは別にやじすんなやめてくださいって、そのお父さんならお母さんね、言いに行かないってことでしょ。言いに行かない、ほっとくってことでしょ。 それは親だからしょうがない、親だからしょうがないみたいな、本当だったら親じゃない人だったら絶対止めたいみたいな感じの、多分そういうの、ノリなんでしょう。特殊ですよ、本当ね。うちは本当少年サッカーの応援なんです。ピュアな、ピュアかどうかは、まあ、違うとは思うんですけどもっと純粋な楽しみ方があると思うんで、僕はむしろまあ、まだこう、まあ、試行錯誤中ですね、町田のゴーラーもね。まあ、しかも今年は上がって、そうやって勝ててないとか、そうですね、試行錯誤なんですけど、もう僕らは最初からやりたいとブーイングすりゃいいし、ブーイングを止めるもんでもないし。じゃあ実際は困ってない感じですか、ね、全然、もうブーイングしたいんだったらやってくれって感じです。でまあ、ブーイングやめた方がいいって言ってる人たちも結局のところそういう少年サッカー理論なんで、やっぱそこが売りっぽいよね。まあ売りっていうか、僕にした方がいいっていう人がいて。本当ですか。でも結局町田ってさっきも話したんですけど、いまだに暴走族文化がある、しょうもない町田、西の歌舞伎町とか言われてるような、まあ悪いイメージですけど、でもまあなんかそこまで若者が付き合う必要もないんじゃないかなって。若者は若者でその町田らしさがあるんであれば、そういう記憶正しくとか銀行法制みたいな、そんなカラーじゃないだろうっていう。だから大人は大人でそのカラーでいいと思うんですけど、若者は若者でもっとバカやっていいと僕は思うんですよ。まず僕がね、もっと酔っ払っても怒られない。スタジアムしてました。現場で怒られる。怒られるんですよ。面白くん酔いすぎとかってやつ。リズムが狂うとか。酒飲みすぎ。それはね、リズムが。リズムがされたらちょっと困るかもしれない。確かに。太鼓のリズム。もうちょっと僕を自由にしてほしい。それはあるからね。やっぱ大きくなってくるといろんな意見出てくるからな。しんどいっちゃしんどいよな。まあ、勝手にすりゃいいと思いますけど。だってこの前ファイトに一発行ったっけ。僕行ってないです。誰か行ったっけ、この中ファイトに行った。行ってないです。誰も行ってないんだっけ。あ、いた。ファイトに一発の時だとさ、強化部長ベロンベロンに酔っ払ってた。強化部長ですか。強化部長、元強化部長ベロンベロンに酔っ払ってて、すげえヤジ飛ばしたもんな。一番ヤジってそれ どこのチーム。ロック、ロック、ロックの、ロックの元強化部長。元強化部長が取引先を連れてきて、取引先の人にレプリカを全員着せて、で全員タオマフ任せて、うちのサッカー部はどうだって言いながら、あーもうえらいくだまいしたな。確か、YS にボコられたんでしたっけ。そう、YS にベロベロで負けてるのにもうベロベロになってたもんな。宮崎弁でやじってる風景は、許容されてるわけでしょ。だって別にね、なんか顔しかめてなんかこうしょうがねえなって感じだよな。出た出たみたいな。出た出た。それでやっぱ試合ないよね。だってもういたたまれなくて飲んじゃったんですよ。いや、真っ赤よ。あの人だいたいガンマ GDP の数値が高くて何百ぐらいでもう、そう死ぬるぞっていうぐらい。それで一回監督辞めて、その療養中のために一回辞めて、でちょうどその時が初めて JFL に上がった時で、十何連敗しちゃったの、ホンダロックが。それでもう監督が辞めるっつって、辞めた後にその人出した時に、あの人やったら血圧が大変だから死ぬんじゃねえかって言って、選手も負けられねえと思って、あれから逆にやって残留したっていう経緯があるから、死にそうな感じが言ってる。監督の健康のために俺を勝つぞって話すわけないかも。そう、そういう人物なんですね。そう、酒飲み監督だから。いいですね、本当に熱いです。そう、熱い監督で、もう、まあ、そういうのはちょっと
だからキャラとしてはさ、なんかいろんな話で許容すりゃいいんじゃねえかと思うけど、なんかやっぱ、まあ、別に町田に限らずね、サポーターあれやっちゃいけねえ、これやっちゃいけねえっていう。ありますね。なんかあの J リーグが当初だった時ってもうちょっとあの始まったばっかりの時ってもっと自由で、もっとなんかあの楽しかったんだけれど、なんかこうやっぱしばらく20年経って、特にそう、ね、あなたたちのとこはそうでもないけど、ちょっと J2 長い新興勢力のとこ、例えば富山さんとか岡山さんとか、うん、富山変わっちゃいましたよね。なんだっけ、あのスタンド前段が芝生じゃないですか、富山のスタンドって。あそこで応援しちゃいけなくなったらしい。もう、そうそう、だからなんか上の座席ののみで応援する。なんか痛むとかね。なんで？分かんない。なんかさ、そういう風にさ規制しちゃうんじゃない？ああいうのがね、もうなんかね、僕いたたまれないですよね。なんかもうちょっとゴルラっていうのは自由な雰囲気で、その本当にいろんな人がいろんな感情の中で、例えばじゃあ昔ほらトイレットペーパーやって投げたりとかしたり、紙吹雪とか、うんうん、あれも全部禁止になってるでしょ、はい、そうですね。それでホンダロックで言えば、その例えば駒沢でラッパ鳴らそうと思ったらダメとか言われるわけですよ、うんうん、でもアビスパ対ベルディではバンバン鳴り物も鳴ってましたね。なんで JFL ではダメだという話もあるし、そういう応援に対して細かいレギュレーションとか決めちゃうと、やっぱ応援してる人って楽しさが伝わんないよね、うんうん、そういった意味ではぜひともね、あの応援をやるっていうことはいろんな人の考え方、いろんなやり方を許容するっていうところがありかなって思うんで、まあベーシックこういうのは自分のキャラとしてあってもいいよっていうふうにあったとしても、いろんな人が集まってくればいろんな人だけ考え方があるから、こうした方がいい、あした方がいいっていうのはね、あんまない方がいいと思うな俺な。だからあんま窮屈なサポーターにはなってほしくないな。そうですね。何か僕はね、あの町田地域にあのすごく人気がないのは僕も自分も知ってますけどはいはい、どうぞ。さっき岡山の、相当から岡山のチームの名前出たんで、あの数年前の岡山もあの J 元年の時はブーイング問題で揉めたっていうのがあったらしくてですね、ただそこは、まだゴールラ自身が私たちはブーイングはしませんっていう宣言をしたらしいんですね。だからちょっと意味合いが違うかもしれないですけどっていう、で逆にそういうふうにしませんって言い切っちゃってるクラブもあるっていう。でも岡山ってブーイングしないの？どうなんですかね。岡山ってなんか遅延行為もしないチームでしたっけ。あ、時間稼ぎしないっていうのはありましたね。なんかそういうイメージはありますよね、岡山って。そういうので、でも観客伸ばしてんだから、それはそれで当たりなんだろうね。そうですよね。それで成功してる。地域としては、割と馴染む感じなんですかね。うん。子供っぽいけどな、俺から言うと。その県民が、その気質的には割とそんなに早く、うん。岡山、言っていいのかわかんないですけど。この前初めて岡山遠征させてもらって、で僕何年か前の地域決勝熊谷で岡山のサポーターを見てて、あの時から随分サポーターの気質変わったなって、うん、どんな感じ？なんか怖いなって怖くなった、怖くなっちゃったっていう。そうね、なんかあの神戸みたいな、殺伐としてるっていうのがあったんで、あ岡山もやっぱJ リーグになっちゃったんだなっていう、怖い人が集まるんだなって。うん、もう岡山です岡山ですか言ってる感じじゃない。なかったです、ね。うん、どうなんでしょうね、わかんないですけど、あの、ね、予想からみたいな、またま怖い人、うん、いやそれね、大塚製薬もね、 JFL から J2 に上がってからもね、ずいぶんなんかね、あファンがね変わってね、なんか徳島ボーイズとかさ、なんかボーイズなのねみたいな感じのやつらが、若いやつらがなんかこうファッション的にやってますよ。僕興味があるのはね、まあ、町田の武尊君がいるんでちょうどいいんで、 J リーグに上がって当然 J リーグからファンやサポーターになる人って当然いますよね。当たり前のように客が増えるんだ、カテゴリーが下の時代より上に上がった時の方が増えるんだから、その時から見るっていう人じゃないですか。だから今だったら JFL から J リーグに上がったから見るっていう人、うん、そうするとJ リーグだからこういう応援だろうみたいな、こういう、なんていうかな、スタイルだろう、さっき今、相当が言ってたような話、こう、6部、都リーグから関東とかって上がっていくうちに、そういう気質って、後から来る人って、どんどんこう、自分とは違う、そのたける君とはちょっと違う人たちが、どんどん増えてきてるのっていうのを感じるんですか。それとも自分色に全部染めちゃってるのか。
いや、そう、町田こういうクラブですから、町田こういうボーラーですからっていう感じで、正直手に余る人はいますけど、うん、それは、まあ、それは格が上がるたびに増えてくるって感じ、うん、やっぱ、いや、ぶっちゃけ JFL まではそういう人はあんまりなかった、あの来てくれて、あのそろそろ J リーグなんで、うん、あの町田のチームが J リーグに上がるっていうんで応援したいんですみたいな風にゴール裏に来てくれる人が JFL の時増えてくる時は、うん、あのなんて言うんでしょう、順応してくれる人は多かったんですけど、うん、でも J2 に上がってから来る人はなんかなんて言うんでしょう、いきなり来てもいきなり来て好きなようになる、好きなようにっていうか一番前で急に応援しだしちゃって、で、あ、ちょっと、ちょっと待ってくださいっていう、そこは違う場所だからもうちょっと、そういうタイプの方はたちは今まで町田ゼルビアに来てなくて、他の J リーグの試合を見てた人たち、うん、それを見てた人たちですよね。で、やっとなんか自分の、ま、これが俺のチームだみたいな風になれるチームを見つけたみたいな感じで、うん、J リーグのクラブの町田としてそうですね、多分そう、軽く先輩ずらし入ってきたんですかね。そうですね、実際まああの J1 のこういうチームを応援してきたものなんだけ ど、うん、みたいな感じで入ってきて、名乗りできちゃう、あの応援教えてあげるよぐらいの、あそれは人は日産方面の人が多くですか、日産方面の人が多くですか、そういう対応違いますか、日産方面もアジスタ方面も三沢方面とかアジスタ方面も、あの東京より北の方面もあ赤い全国各地から集まってくる関東でなるほどね、関東鳥でしたらありましたからね、去年だからさ、もうあれ極論言ってさ、もうガッチガチにさ、もう縛っちゃったら、この応援しかしませんって、ブーイングしませんって、いや岡山みたいですよ、ね、もうガッチガチ、あー飛び跳ね禁止、ピピピピピピピいやいやいやダメダメダメっつって、もう警官がこうやって言って北朝鮮みたいにこうやって見張ってんの、ダメダメっつってダメダメあ行けっつってゴール裏から出しちゃう、いやまあそういった人たちもあの何試合か通えばニュアンスが伝わってきてくれるんで、ただ1試合目は結構どぎつい人は多いです、ね、でもあの古い話だけどインファイトであの警察みたいなのいたぜ、やらないやらない、いや警察みたいのがいてこうやってずっと見てるの、一脱試合見てないんですよ、一脱見てないんだよ、一脱したやつから見たら警察官がいるんじゃなくて警察みたいな担当者ね、そうそうそう、係そうそう、警察のサポーターポリス、そうそう、応援監視、そうそう、応援監視、内部の秘密警察、そうそう、それで あいつダメだって言ったらゲスタポーすげえな、ああいうそういうやつがいたらこうやって首根っこ掴まれて、あのちょっと降りろって言って、あっちの裏行ってボコられるのってなって、うん、いやうちはなんであいつは跳ねねえんだとか言ってあいつ明らかにあいつはねないやつブーイング言いましたよみたいな感じでチクリガイに警察みたいなのいたよ、ジェフはそこまでないですよ。そんな人はいないですよ、うちは。一緒に住んだぐらいの顔してますね。いや、けどやっぱ鹿島って、まあ、そのイメージはさ、あって、あります、ね、でもね、あの、鹿島って言われると、と思っちゃうよね。そうだな。入場してくるときに、なんかもう人の仕分けが始まるっていう話を聞いたりとかもありますし。あ、お客さんが入ってくるときに、なんかありますよね。なんか応援する、お前応援するかどうかっていうのを、踏み絵的に聞かれて、なんか、やるって話を聞いたことがあったんですけど。うん、まあ。ドレスコードみたいなのがあるよ、確実にあれはちゃんと決めてるのが普通の格好してるやつはダメみたいな、うん、そうそうそう、うん、なんかお前ふわっとしてるのは入れねえぞみたいなはあるし、やる気があるやつはつってその、ま、ミーティングするときに車座になってみんななぜかヤンキー座りしてるけどお前らお前アントラ座してんのよみたいなのがあってウェーイみたいなのは昔は、まあ、気合い入れとしては思うんですけどアントラズの話ばっかりしてもしょうがないですけどアントラズの話ばっかりしてもしょうがないんですけどつまりアントラズの自治の問題じゃないですか、だからその人たちがそれでいいって言ったら、そうだからもうね、町田町田って方言うやつがいたらね、あのゲシュタポみたいに取り調べないしないしないしない、もう揉めんの嫌じゃん、いいっすよ、うちはもうリベラル、もう超リベラル、リベラルもうね、あの千代木さんリベラルじゃん、千代木さん千代木さんって言っちゃった、俺はリベラルよ、いや俺はリベラルなんだけどね、こうした方がいい、ああした方がいいってガタガタ言うやつがいるんだったらもう取り締まりやっちゃった方がいいんじゃないのっていう話よ、だってそこでまとまんなければ意味ないじゃん、
いや相当はリベラルかつ極右なんだよ。難しいね。自由の瞬間がただあるすごい自由だよ。すごい自由じゃん。両方みたいな、左も右も超フリーダム。どっちにも触れちゃう。まとまんないんだったらしょうがないですよ。もうそこではリードとかあの真ん中の人間の手腕ですから。でも姿勢じゃなくてまとめる方法はいくらでもあると思うんで。対応政策対応政策韓国巻き込むぞみたいな。またかっこ俺らも結構対応政策だよな。そうなんですか。そうなんですか。まだ、まあ、ボールの数とかよくまだ分かんないですよ。そうなんですか。結構ね、自由な BB でやってる。BB の取り締まるんじゃなくて、そういう人は来るべってうちにこっちに馴染ませよ う、なんかガチガチの人だったらさって義勇軍なんか募らないですよね。そこゲリラ、ゲリラ、ゲリラ、どっちかってゲリラ来てくれれば誰でもいいよとか。だって子供がコールリードしてたのね。お前らってやったの。そうですね。知らなかっただろうけど、俺らのコールリード子供がやったから。反対側だから。反対側でやってたの。六歳ぐらい。はい、そうですね。やっぱその話聞くと究極のリベラルの自由ですね。なるほど。俺たちは負けないぞ。おお。って言ってました。ちびっこが言ってましたもんね。一番試合諦めた。ちなみにコールリーダーを許してしまう。すごいっすね。それやれって。だから逆に言うと、そういうあの変なやつが出てきたらお前コールリーダーねって言っちゃえばビビってやんなくなると思うよ。クメールの時みたいな。子供にあの洗脳してんの。そうそう。オルポトじゃねえ。オルポトの話。オルポトの話。すごい政治的な話だけど。だからクメールルージュからずっとロックンルージュって名乗ってた。ロックンルージュ。そうそうそう。あそこの浅水を掘り起こしたら何千人も埋められた。うわぁうわぁ原理主義。そうそうそう。原理主義。埋めてたから。怖え話になってくる。まあ、そんな話が。いや、でも、僕ね、こういうこと言うとあのキャラじゃないかもしれないけど、僕ね町田には感謝してるわけですよ。君たちに。いえいえ、こちらも。いやいや、すごい感謝していて、でなんとかね、やっぱこう新しく J2 に上がってきたチームの中で旋風を巻き起こしてほしいわけです。僕としては4勝18敗の成績だけれども、観客はすごいよねっていうような、例えば観客の数は山形に負けたとしても、あそこはすごい、熱量がすごい、自由な空気が満ち溢れてるというような、そういう感じ。例えばそれでもいいし、いやあそこは統制されてる、もう無駄口一つ叩かないっていう、うん、バスゲーム一糸乱れず PL 関係のように出てくるとかっていうのとかね、打てとかスラッシュとか打つとか、そうそう、打てっていう言葉が全員一斉に一斉にさ、綺麗にそう揃うとかっていう、その声の味の方がそれ怖いですね。そういうのがあるといいと思う。コーナーキック平本よ、平本よ、勝間さんよ、勝間さんてーて言えばそれでドカーンって言うドカーンって言うからうおーとかなるんだと思うんだよね。これそういうぐらいね、あそこは違うって別物だねっていうぐらいの旋風を僕はね、松田にはね、期待してるんですよね。僕がね、相当という地位があるおかげはね、松田と山田のおかげだってことは、これはもう本当に重々いつも思っているので、どう？そういうのやらない？平本よーいとか言ったら、平本よーいって全員が。平本選手本人がきついと思う。俺なんか、決めたいけど俺じゃないとダメだろ。カズキは喜ぶと思いますよ、多分。違う選手が他。僕ら結構画期的な応援をしたっていうふうにジムがあって、で平日に徳島でナイターっていう試合があったんですよ。であまりにも人が少なくすぎて、もう本当10人ぐらいしかいなかったんで、みんなで一文字で選手たちを町田っていう一文字を作って、弾幕もないからもう一文字で選手たちを迎え入れようっていうので、こういうふうにこれとこれを合わせて M って作って A ってやったりして、で町田っていうのをやって、あ、ね、選手を迎え入れた時は選手が苦笑いしてるのを見て今日は俺らの応援の勝ちだな
なんかでもその匂いは J リーグじゃないと、うん、JFL の匂いがするけど、まあまあでも、うん、そういうの大事にしてほしい、まあまあ、そういうの大事にしてほしい、あれを見た徳島は多分度肝も抜かれてるんだな、徳島の方に聞いとくニヤニヤしながら、で結局負けちゃったんですよそれもいいこれでもそういうやりくりはね、アイデアとしてはいいでしょうね、人がいないように、うん、そこで負けても楽しかったからブーイングは生まれないと思うんですよね、そこにそう、うん、真面目にやりませんからやりませんから宣言しちゃった、うちは宣言ね、うちっていうかこれ言うと多分いろんな人から怒られるんで、僕がコールリードするときは僕は真面目にリードとかしませんので、でもみんな帰るとき笑顔にして帰れる、それはチップはそれでいい、じゃあ俺が今度ももクロの格好していく、いや自由すぎますね、揉めるんで揉めるよ、ね、揉めるかドン引きするのまとめきれないテクモは落とし穴ってやってるダメやりましょうかじゃあFC 町田 Z ってやってた、いいよ、Z 出てくるかもしれない、いただきますいいな、じゃあ1位はこんなところでいいですかね、そうですね、だからもうゼルビアにはぜひ残留もしてもらってですね、またタケル君にいいよ来てくれても、やろうよゼロック客がいないんだもんゼロック集めますよ、じゃあ集めるよ集めるいいですよ、けどロックがロックも集めますよ、もう JFL にはおっしゃる、今度のねリアリティです、今度の義勇軍はね半端ないよ、今度のもしやるんだったらゼロックやるんだったら君たちに恥ずかしい思いさせないから、だからそこら辺はだから11月頃にまたね決まりそうかっていう、いよいよ1シーズン終わってどうだったかっていうね、また聞きましょうよ、まあ、俺らもいるかどうか分かんないけど、そうそう一緒にストンと落ちるわけで、違うじゃん、そうどちらずつが会えないっていうしょうがなく来てやったのにいいじゃねえかよっていう、片すかしくなってる、すくるのはあるけどね、まあまあ、そういうのもまた11月頃にね、だいたい見えてるので、できれば君たちが落ちてきてくれるんだったら残留してやってもいいよ、上から目線残留したくてもいいですし僕も落ちたくないですし、まあ落ちちゃう、ロックも落ちちゃう、モンディじゃなくてモンディ、ロックモンディ、モンディじゃなくて、危ねえ怒られる、相当かなり寂しがってますよね、やっぱね、誰が今年は絡んでくれる、絡んでくれるチームやっぱいないですから、そうよつまんないもん、つまんなきゃなでしことかやってんだよ、ちゃった、まあ、ということでドライブはね、はい、そろそろ、そういうことで、今日はね、いろんな話聞きましたけども、ぜひとも、またこれからも頑張って観客同士も増やして成績も上げて行ってほしいと思います、FC 町田ゼルビア CEO 吉田健君でした、はい、じゃあ、はい、5分休憩です。